手中山千佳子です。朝の忙しいひととき、ほんのちょっぴりハッピーを。日曜の午後は日曜夏メロ大全集。AKB48 チームメイトのこれを聞かんと眠れんよ。皆さんご機嫌いかがですか。日焼けが気になる季節となってきましたが、日焼け対策をするなら日焼け止めか日傘と言ったら日焼け止めな AKB48 チームメイト香川県代表の仰天ゆりなと、日焼け止めか日傘かはと言ったら日傘の AKB48 チームメイト徳島県代表の春本ゆきです。おお、日傘、なんか友達が日傘持ってて、うん、入れてもらった時の涼しさ、あ、涼しいんですよ日傘って意外と。確かに影やもんな。そうなんですよ、だから最近ちょっと日傘派になってきました。うん、前までは日焼け止めだったんですけど、なんか日傘って手塞がるけんさ。そうですよね。そう、あんまり好きじゃなかったんやけど、でもなんか、あ、そういうこと考えて日傘もいいね。そうです、友達が持ってるのに入れば一番楽です。最悪やね、持たなくていいし涼しいだけっていう感じです。はい、ということでレッツゴー。AKB48 チームメイトのこれを聞かんと眠れんよ。改めまして AKB48 のチームメイトの徳島県代表春本ゆきと、香川県代表の仰天ゆりなです。はい、ということで、はい、6月16日に総選挙が名古屋ドームであったんですけど、はい、そうですね、もう皆さん投票ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあまあそれで6月24日に、はい、うん、日比谷で12人イベントに私参加させていただくんですけど、おー、そう、それで当たった方とかね、ぜひぜひ、多分暑いのかな、暑いと思うんですけど、野外なんですか。うん、野外だと思います、なので暑い、そう、暑いんだけど、その暑さに勝つ暑いイベントをしたいなと思ってるので、うん、当たった方はね、ぜひ、はい、見に来てください。行きましょう。はい、というわけでね、まあ、これから多分たくさんイベントとかも増えてくるんじゃないかなって思ってるので、楽しみ。はい、皆さんこれからもね、私たちチームエイトに会いに来てください。私たちも会いに行きますので、はい、はい、ということで聴いていただく曲は AKB48 でティーチャーティーチャーです。四国メンバーの何がおすすめ？さて、今回はですね、そろそろ、ゆきちゃんのコーナーも作ろうということでですよ。イエイ。今までね、私のコーナーだったりとかっていろいろあったんですけど、うんうん、ゆきちゃんのコーナーがまだね、はい、ないということで、どんなコーナーにするか、二人で考えていきたいなと思います。はい、よし。よし。私、やってみたい。なんか、この前、うん、他のラジオに参加させていただいて、うん、やったんですけど、なんか、萌え台詞のコーナーっていうのがあって、おー、すっごい面白かったんですよ。萌え台詞で面白かったって人はなかなか。なんか他のメンバーの聞くのが超楽しかったんですよ。何それ何それ。だから、私自身はやりたくないんですけど、うん、ゆりなちゃんとか、リセアイリちゃんとか、うんうん、ルンバちゃんとかが、来た時にただ私がお題を、ダメじゃん。それさゆきちゃんのコーナーになってへんよ。私がただゆきちゃんがなんかせんといけんのよ。それだってゆきちゃんが言わんといけん。そうなんですよね。なんかそうなるとなんかこっちも言わんといけんかなってなるじゃないですか。うんうんうん、だからちょっとそうですね。でもさ、やっぱアイドルは、萌え台詞って絶対ついてくるもんだと思うんですよ。いろんな、そうですよね、例えば、まあ MC だったりとか、なった時に、まあ振られることも多いし、お題とかでさ、出されることもさ、あるやん。やけんさ、まあそういう能力的には、うん、磨いといた方がいいと思うけど。こっちにこう、私の方に来ると言いたくないんですよ。言ってもらいたいけど言いたくないんで、ちょっと。それはさ、それはさ、ダメだよ。うん、でも本当に8メンバーの中には、うん、やっぱ萌え台詞が上手いメンバーも
たくさんおるけんさ。そうですよね。そういう人見習って。はい。ちょっとうまくね、勉強してください。絶対もうこれからもめっちゃ使うと思う。もうやりましたか、いろいろ。もうやったことあるよ、めちゃめちゃ。燃えゼル超苦手。超苦手なの。もう本当に苦手。やばいよ、ゆりの燃えゼリフ。絶対可愛いと思います。本当に、ね、ダメなの、本当に。本当に難しい。あと、もう一個私考えたんですけど、うん、私がここでお悩みを言って、うん、解決してもらうっていう。ああ、確かに。いいね。私が今悩んでることとか、うんうんうん、なんかダンスがなかなかうまく踊れないとか、いうのを全部、ここで、アドバイスね。来てもらう、来て、来てくれたゲストというか、みんなに、ね、するメンバーと。確かに。いいかなと思って。確かに。そしたらね、ゆきちゃんの成長にもつながる。そうなんですよ。成長できる。まあ、ね、つながることを言えるかどうかは、不安なんですけど、私の場合。かかってます。私の場合、ちょっと。いや。言えるかな、気の利いたこと。みんな人生の先輩であり。そうなんですよね。チームメイトの先輩なので。そうですよね。ぜひぜひ私のお悩みを。難しいな。できるかな。でも確かにそれはいいよね。絶対だってまだ、ね、だって分からんこととかもたくさんあるやない。正直ね。そうだから先輩にいろいろ解決してもらうっていうコーナーやってみたいなって思いますね。確かにそうですね。そうですね。はい、でまあそうね。うん。そうね。でも私もう一個思ったのは、うん、なんかアニメとか漫画がすごい好きなんで、そのなんか好きなアニメとか漫画を紹介していくっていうのもいいかなと思ったんですけど、あまりにもなんかちょっと自分のすごい狭い話とか深い話とかなんかすごい分かんない話とかしちゃいそうだから、確かに割となんだっけ、なんて言うんだっけ、マニアックマニアックな、じゃマニアな話とかしちゃいそうな気がするので、そうなるとまあ確かに置いてけぼりになっちゃうね。そうですよ。きっきょる、この聞いてくれてる皆さんも。皆さんもだし、一緒にラジオしてる子。え？みたいな。秒で終わっちゃうもんね、そうなんですよ。そしたらね。確かに。私がずっとストーリーを話し続けて、うんうんみたいな感じになっちゃうんで。確かに。馬がね、合えば面白いかもしれないけど。そしてそんなにうまく話せる自信もないので、そのストーリーを。まとめてね。確かに。こいつ結局何言いたかったんだってなりそうな気がするんで。言って満足みたいな。そうなんですよ。確かに確かに。で、私今3つぐらい言ったんですけど、どれがいいと思いますか？どれがいいかな？悩む。うーんがハモっちゃった。どれが一番したい？はい、お悩みが一番リスクが少なく楽しいかなって思います。リスクが少ない言うた今。燃えゼリフに関してちょっとリスクができないので。そうやな、そうやな。確かに難しいもんな。そうなんですよ。恥ずかしいしな、あれな。恥ずかしいですし。じゃあ、これからのゆきちゃんの、はい、コーナーは、はい、お悩み相談ということで、イェイ決まり、イェイイェイ、じゃあこれからゆきちゃんのコーナーができましたんで、はい、楽しみにしてください、ね、頑張ります。はい、じゃあ、曲紹介をお願いします。はい、いきます。私が最近すごい好きな曲です。うん、NMB48 さんで、虹の作り方。もう終わりの時間ですが、皆さんいかがでしたか？来週も聞いてくださいね。番組宛てのメールもお待ちしています。メールアドレスは akb@jrt.jp akb@jrt.jp です。お待ちしてます。以上、 AKB48 チームメイト香川県代表の仰天ゆりなと徳島県代表の春本ゆきでした。バイバーイ。